まず冒頭私からも昨夜の地震によって被害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げます。今朝ほど国対通じて政府としての迅速な対応に必要ならば、今日の QT の延期も含めて柔軟に対応をいたしますということを申し出させていただきましたが、問題ないというお答えをいただきました。しかし引き続き余震等の心配ございますので、ぜひ政府におかれては万全の対応をお願いを申し上げたいと思います。さて、金融審議会のワーキンググループによるいわゆる2000万円報告書を契機として、年金に対する関心と老後に対する不安の声が高まっております。総理はこの今回の事態の中で、多くの国民の皆さんが年金の何について関心を持ち、老後の何について不安を持っていると認識されているでしょうか。内閣総理大臣安倍晋三君。まず改めて昨日の地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。政府としては発災直後から人命を第一に、被害状況の把握、救命救助など災害応急対策に全力を尽くしてきたところでございます。現在も雨が現地降っておりますので、多くの方々が不安の時を過ごされておられると思います。先ほど関係閣僚会議を開催したところでありますが、政府といたしまして、土砂崩れやあるいは余震といった二次災害に対して、警戒をに対して、万全を期すとともに、道路等のライフラインの早期復旧に全力を挙げてまいります。現在も雨が降っておりますので、現地の皆様におかれましては自治体の避難情報に十分に注意をしていただきたいと思います。そして年金についてでございますが、年金については皆様方、おそらく国民の皆様方、果たして年金によって自分たちの老後の生活を賄うことができるのかどうか、そしてもう一点は、果たして年金は持続可能なのかどうかということについて不安を持っておられるものと、このように考えております。枝野幸男君。今の不安が前提なんだろうと思いますが、今回のいわゆる2000万円報告書を契機として、多くの皆さんの声が上がっているという、その本質は、安心ばかりを強調して、そして実態と向き合わない、この姿勢にあるのではないかと、私は考えております。今回の2000万円という金額についても、確かに平均値であったり、一つの試算であったりします。しかしながら、多くの有権者の皆さんが、それぞれの生活を考えたときに、自分が今もらっている年金、あるいは将来もらうと見込まれている年金だけでは、なかなか老後の暮らしが成り立っていかないと。にもかかわらず、今回の報告書が出た後も、安心ばかりは強調されて、その多くの有権者の皆さん抱えている不安に向き合っていないということに対して、多くの皆さんが怒っておられるのじゃないかと思います。そしてこれは、年金問題ということで、国民有権者の皆さんの生活と直接結びつくという今回の事案で、大きな関心の輪が広がりましたが、これまで、森友加計学園問題をはじめとして、公文書の隠蔽、改ざんなどが繰り返され、それに対する責任の所在等についても曖昧のまま来ています。見たくない事実はなかったことにしてごまかす姿勢、これが自分の暮らしと直接関わる問題で見せられたこと、それが短時間で多くの皆さんの関心を招いている、そのベースにあるのではないかと私は考えます。まずは今回の2000万円報告書を存在しないとか受け取らないとかという、そういう弥縫策ではなくて、きちんと一つの試算ではこういうこともある、そうした場合に自分の力だけではなかなか2000万円のような規模では貯蓄はできないと不安を持ってらっしゃる皆さんたちのに正面から向き合うこと、それが今求められている政府の姿勢ではないかと思いますし、また今回の件で改めて突きつけられた、
公文書の管理や情報公開、議会における徹底した説明責任を果たす、こうしたことをなさっていくことが今求められていることではないのかと思うんですが、総理のご認識はいかがでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君。先般の金融庁のワーキンググループの報告の問題点は何かということでありまして、枝野委員もすでに、議員もすでに指摘をされたように、平均値で見るのがいいのかということでございまして、ここに大きな問題があったわけでありまして、この報告書によるとですね、月々年金生活者の方々が5万円不足する、いわば5万円赤字であって、そしてそれは95まで生きれば2000万円になるということからですね、大きな誤解が生じたわけでございますが、これには前提条件があり、前提条件としては2500万円平均で預金があると、その預金の中から5万円ずつを活用して生活をしていくということでありますが、平均値でございますので、2500万円預金があるということに、そんなにないよと違和感を感じた方々もたくさんおられるのではないかということでありまして、大切なことは何かといえば、年金生活者の生活実態は多様でありまして、その多様な実態に対してしっかりと対応していくものとなっているのかどうかということであります。ですから、大切なことは、例えば年金が少ない方につきましては、最大年6万円の給付を行っていく、あるいは無年金者の方々が大変でありますから、この無年金となる原因である給付の払い込みの期間を25年間から10年間に短縮することによって、無年金者の数を減らしていく、あるいは高齢者の皆さんにとっては、介護保険料大きな負担でありますから、この介護保険料のいわば負担を軽減をしていくということをしっかりと私たちは対応していく。で、そしてさまざまな状況に向き合っていないのではないかということでありますが、さまざまなこの持続可能性に対する不安は何かといえば、例えば平均寿命が伸びていきますから、受給期間が長くなるということが1点、そして例えば生産年齢人口が減少していきますから、支え手が減少していくのではないかということであります。そうしたものに向き合って行った改正が、平成16年の改正であったわけでありまして、マクロ経済スライドを導入をして、そして平均寿命の延伸と、あるいは被保険者の増減に対応するようになった、これによって将来の年金受給者の給付と負担のバランスを取ると同時に、現在、年金をもらっている方の水準、受給の水準と、将来、年金をもらう方の水準の、これは均衡を取っていくということをお願いをしているわけであります。そして、デフレがついていけば、残念でありますが、申し訳ないけれども、受注者の皆様にこのデフレスライドをお願いをする、あるいはマクロ経済スライドによって、賃金の伸びには残念ながら追いつかないんですが、そのことによって、持続可能性をお願いをしているということでありまして、まさに私たちは現実と向き合いながら、ご説明をしながら、制度の改正を行っているところでございます。枝野幸男君。ルールお話をいただきましたが、私の問いかけには正面から答えていただいたと思っておりません。今回の報告書そのものは、一つの仮定なりモデルを前提として、2000万円というのはあるモデルに当てはまる人にとっては、老後必要な金額ということかもしれませんが、今回を契機にして、従来から、それは例えばこの2000万円のケースで想定されている20万円弱の年金、国民年金の方はとてもこんな金額の年金受け取っていませんし、受け取ることもありません。そうした皆さんたちは、従来からこの年金だけでは老後食べていけないということを意識をしている、あるいはこの年金だけでは食べていけないという中で暮らしておられる。それから厚生年金などで一定の年金額を受け取っている皆さんにとってもですね、すでに高齢者になっていらっしゃる皆さんは、今さら、今、例えば数百万の貯蓄しかないけれども、今さら増やせと言われても困るけれども、さあどうしようかという不安の中に過ごしておられる。そこにこうした報告書が出てきたことに対して、じゃあ、その貯蓄がない人たちはどうしたらいいんだろうかということに対しての答えの前に、その報告書自体がなかったことにしてしまうと
という姿勢は、これはやっぱり高齢者の抱えてらっしゃる不安に対して正面から受け止めているということにはならないというふうに思っています。年金制度については確かにこれを改革しようと思えば長期的な期間が必要になります。現に年金を受け止めてらっしゃる方の年金を大幅に上げるということは現実的になかなか難しいことであるということをよく分かっています。ただやれることがあるのに僕はやれていないというふうに思っています。それはもちろん年金生活者の中にもまさに多種多様でありますから、それこそ国民年金で食べていくことも今できていないというような方にとっては年6万円とはいえども、私はそのこと自体は評価をしたいと思いますが、そうした方々を含めて一定程度の年金を受け取ってらっしゃる方を含めて多くの皆さんの抱えている課題は、健康な間はなんとかなるかもしれない、ただ最大の不安は病気になった時の医療費であり、あるいはそのことによって介護が必要になった時の介護、あるいはさらに年齢を重ねたことによって病気でなくてもやはり介護の必要度というのは高まっていきます。今健康だからこの年金でなんとかやりくりしているけれども、病気になったり介護が必要になった時というものの不安が大変大きい、これに私は向かい合う姿勢が今求められているというふうに思っております。低年金であっても資産がなくても万一の時に一定の医療や介護が受けられる安心、このことこそが私は多くの高齢者の皆さん、あるいは間もなく高齢者になる皆さんが求めていることだと考えています。私どもはそのための総合合算制度を早期に導入するべきであるということを主張をしています。制度ごとに例えば医療費の自己負担、あるいは介護費用の自己負担などを計算するのではなくて、家計単位で医療、介護、保育、障害者福祉に関するトータルの金額について自己負担に上限をかける。当然のことながら年金をはじめとする所得に応じて上限をかける。こうしたこと、制度をしっかりと導入することによって、年金が低い方でもその範囲で一定の医療や介護が受けられるという安心、これが作れれば、もちろん年金の額が大きく増えていくことが一番いいことかもしれませんが、それは困難であるということは私はよく承知しています。そうした中で高齢者の皆さんの安心を高めることにつながるんだと、私たちは国民の皆さんに提案をさせていただきたいというふうに思っています。その前提として、そもそも質量ともに医療や介護のサービスが不足をしている、この多くの大きな要因は低賃金による人手不足の慢性化であります。介護医療従事者の賃金を抜本的に底上げをしていくということ、こうした形で病気になったり介護が必要になったときでも一定の医療や介護が受けられるようなサービスの質量の安定と、それからそのときにかかる自己負担の所得に応じた低廉化というものを進めていくべきだと思っています。ちなみに医療介護のサービスを提供している賃金の底上げにかかる費用は、直接にはまず一時的に現役世代の皆さんの所得の底上げということに回っていきます。高齢者の皆さんにとってだけではなくて、現役世代の賃金の底上げ、雇用の拡大ということにつながっていくというふうに考えています。私どもは今こそこの総合合算制度と、そして医療介護の質量ともに賃金の底上げによる充実というものを求めていく、進めていくべきだと思っていますが、総理のご見解をお伺いします。内閣総理大臣安倍晋三君。まず、高齢期によって、生活を支える表現をさせていただいたとおりでございまして、もちろん国民年金だけではなかなか、それは生活費、すべてを賄うことができないということについては、お話もさせていただいたところでございます。でも、これはもう、委員もご承知のとおり、まさに、委員がおっしゃったように、若い人たちの給与が増えること。というのは支えての皆さんの保険料もこれ増えていきますから、年金財政にはプラスになっていくのが当然のことであろうと思います。そういう点におきましては、この6年間で380万人の方が新たに働き始めた、正社員においてもこの6年間で150万人増えました。我々が政権交代前は50万人正社員は減っていたんですが、
150万人増えたことによってですね、例えばマクロ経済スライドの数字はですね、0.9 から0.2 に大きく、これはある意味では、これを 改善と捉えているわけでありますが、数値としては改善した、これ、平均寿命が伸びているにもかかわらず、これは働いている方々の保険料が増えたことによって改善をしているということでありますから、まさにこれ、委員がおっしゃったように、経済が成長していくことによってですね、新たな働き手が増えて、皆さんが働きたい人が、仕事ができるという環境を作ることが極めて重要であります。経済が成長をしていくことによってですね、先ほど申し上げましたように、44兆円のですね、44兆円、これは運用益が出ているわけでありまして、民主党政権時代の約10倍運用益は出ている。つまりしっかりと経済を成長させ、働き手を増やし、雇用を増やし、それでそのことによってですね、当然、保険料収入も増えていく、マクロ経済スライドのマイナス分も減っていくということになるわけでございますから、これからもしっかりと増やしていきたい、そして最低賃金につきましても、我々政権を奪還してから、この6年間で125円増えています。民主党政権自体も皆さんも頑張ったと思いますよ。皆さんの時には36円増えています。で、皆さんは3年間で、我々6年間です。しかし私たちは倍なんですが、3.5 倍、最低賃金は増えているということであります。経済を成長させ、収入を増やし、そして当然、税収も今税収も増えておりますから、この税収も活用して、社会保障の基盤を厚くしていく、成長と分配の好循環をしっかりと作っていくということであります。そして最初に申し上げましたように、皆さんの収入が増えていくということについては、これは社会保障の基盤を大切にしていくことにおいて、大変大切であり、まさに私たちはそのことを行っているということを申し上げておきたいと思います。田辺清君。私は民主党政権の一翼を担わせていただきました。至らない点がたくさんあったことは、改めてこの場でもお詫びを申し上げたいと思いますが、経済の数値の最終成績はどこなのかといったら、私はやはり実質経済成長率、2010年から12年の実質経済成長率、私は自信を持って申し上げておきたいというふうに思っています。そして、先ほどの安倍総理のお話は、私の問いかけには答えていただけませんでした。年金の範囲の中で、一定の医療や介護が受けられる総合合算制度というものについては、全く答えをスルーされました。これについては、一時導入の方向で話が進んでいたものが、軽減税率導入の財源にするために、これは実施をされないという流れになってきたということも、付与していきたいと、おきたいというふうに思っておりますし、それから全体としての雇用の話を一生懸命しておられましたが、私が提起をしたのは、特に安心できる医療と介護、安心できる老後のためには、介護従事者のほとんど、そしてかなりの比率の医療従事者、こうした皆さんが非常に重労働であり、なおかつ低賃金であるために、慢性的な人手不足に陥っていると、まずそもそも老後の安心のためのサービスの質も量も不足をしている、そこをまず充実させていくために、そこに対してかなり抜本的な所得底上げ、そこに財政を投入していくということを申し上げましたが、一般論に転換をされてしまいました。これでは、なかなか現実には介護従事者の皆さんの所得の上がり方は微々たるものであって、本当の意味で今、急激に増えている高齢者の数に対応して、今、不足分を埋めてまで、しっかりと安心できる介護を作ると、こういう状況は到底できません。抜本的に、分配のやり方を変えてですね、介護従事者、そして医療従事者、低賃金でありながら人手不足の分野、これはこの老後の話だけではありません、保育士さんなどにも当てはまる問題であります。こうしたことをしっかりと進めていくこと、これを私どもは今の社会政策に対する、そして経済政策に対する明確な対案として訴えていきたいと思っていますので、ぜひ安心できる医療や介護をどうするのかという具体的な案を示していただきたいと思います。はい、内閣総理大臣、安倍晋三君。1点だけ申し上げますと、
実質成長の自慢をなされましたが、名実逆転をしている実質成長の伸びはデフレ自慢にしかならないということは申し上げておきたい、こう思うわけであります。安倍政権においてはしっかりと経済を成長させているわけでございますが、これからも成長と分配の好循環を回していきたい、このように考えております。これにて枝野君の発言は終了いたしました。